R-27 はソビエト連邦が開発した射程2200から 4000km の潜水艦発射弾道ミサイルである。北朝鮮は本ミサイル開発関係者を招聘して本弾道弾をベースに同一射程の移動式中距離弾道ミサイルを開発した。R-27 はソ連の SLBM で米国防総省の識別番号は SSN-6、NATO コードネームは、サーブ、ロシア工業番号は 4K10、条約番号は、RSM-25 である。1962年に、ソレン SKB-385 設計局で、開発され、1968年に配備された。製造は、ズラトウスト工場とクラスノウヤルスク工場である。 ヤンキー級原子力潜水艦の I 型に16機搭載された。R-27 初期型は射程 2400km であったが、1971年に改良型が開発され、射程は3600から 4000km に延伸された。単弾頭内し三弾頭を搭載する発射重量14.2トン、全長9.65メートルの常温保存液体。 一段式ミサイルであり、酸化剤は抑制赤炎症酸、燃料は非対称ジメチルヒドラジンが使われている。ミサイルの上半分に酸化剤納豆と、下半分に燃料、オブがインテグラルタンク式に収納され、潜水艦に収容するために全長を極力抑えるために、核壁1枚が共通になっているだけでなく、ターボポンプ部分を含めたエンジン全体が、 液体のオーブに直接使っており、重量1 4 2 0 0ラム、直径1 5 0ル、長さ8 8 9ルの容積を最大限に使っている。玉体は ALMA の形合金のスラブをケミカルミリングによってワッフル状に加工し溶接している。主エンジンは水力23トンのアレクセイエムイサーイエフ、設計曲星 4D11 機であり、 バマイナスニアに2機の小型ロケットエンジンが付随している。バマイナスニアの作動流体にはターボポンプで加圧された燃料が用いられている。R-27 はフェアリングを備えない単弾頭、改良型の R-27U はフェアリングを備える最大3弾頭である。ちなみに、米英仏中の潜水艦発射弾道ミサイルは固体燃料式が標準であるが、 固体燃料は保守が簡単で安全性が高い反面、水力調整が難しく、ロケットにすると、被水力が小さい。常温保存液体は腐食性と燃料漏洩時の火災の危険性、そして多くが有毒性を持つが、水力調整が容易で、被水力が大きく、ソ連ロシアは伝統的に常温保存液体燃料式を採用してきた。ロシアは、 現在でもデルタ型に R-27 の後継ミサイルである射程8300から 9100km の R-29 常温保存液体燃料式潜水艦発射弾道ミサイルを配備しているが最近はロシアも保守が簡単で比較的安全な固体燃料式に軸足を移してきている。前述の通り北朝鮮は1991年の ソビエト連邦の崩壊後の経済混乱期に本ミサイル開発関係者を招へして、これをベースに同一射程の移動式中距離弾道ミサイルを開発した。2007年4月の北朝鮮軍創設75周年記念パレードで配備が確認されている。これまでの固定式テポドミ1号から続く北朝鮮の対米大陸間弾道ミサイルは衛星での監視。 先制攻撃による破壊が可能な旧式の固定式が想定されていただけに北朝鮮が射程 9100km の R-29 の一大手前の R-27 を射程 4000km の中距離移動式弾道ミサイルに仕立て上げたことは驚きを呼んだ。また R-27 はマーブミサイルであり北朝鮮に招兵された。 ソ連 R-27 開発技術者は、初歩的マーブ技術を知っていた可能性がある。北朝鮮は、すぐには実用化できる、技術力はないと思われるが、この技術者を通じて、マーブ技術が伝わった可能性もある。R-27SLBM。ありがとうございます。